さて、今回はこのカバンのショルダーベルトになるやつの加工処理ですね。まずこのコピーを切り取ります。で、この切り取った型紙を厚紙に貼り付けます。で、これを切り取ります。準備完了。次ですね。これをまずカットして2つにするんですけどね。メジャーで測って54センチのところでカットします。で丸切りで目印。これを革包丁でカットします。押し切りですね。押し付けて、これで2本になりました。で、長い方と短い方2本あるんですが、まずこの短いやつは置いといて、短いのが54センチで、長い方ここに型紙を合わせて、で、丸切り使います。これもうちょっと長く取ってた方がいいです。いいかも。合わせにくい。あとつけました。わかりますかね。反対側はこの丸いやつ。で、この短い皮もこの丸いやつや。あとつけます。ケース、あとは後をつけた部分が必要ないんで、革包丁でカットしていきます。後でヤスリで整えるので、こんなもんで。はい、できました。今切った部分を整えていきます。はい、こんな感じですかね。他も全部きれいにしていきます。はい、両方できました。一旦これはレザーコートですね。いってきます。もう一つこんな感じで、ちょっとわかりますかね。塗ってないやつと塗ったやつ、こんな感じで変わります。では、さて、塗り終えたので一旦ちょっとだけ乾かします。さて、乾いたので続きやります。磨き剤で磨きます。
かな。あとはちょっと乾かします。手と乾いたので、今度はこうヘリを落としてヤスリで磨いて、磨き剤で磨いて、スリッカーで磨いて終わり。とりあえずヘリを落とします。で、ヤスリで磨いていきます。600ですね。終わりました。全部できた。今回のは単純な作業でしたけど結構大変でした。疲れ様です。ありがとうございます。